心はウェスタロス。心はウェスタロスではドラマハウスオブザドラゴンについて好き勝手に話していきます。 YouTube とポッドキャストで配信しています。なおこの音声はハウスオブザドラゴンシーズン1エピソード8までのネタバレを含みますのでご注意ください。原作炎と血についても触れていきますが、ドラマの内容より先のネタバレは含みませんのでご安心ください。加えてドラマゲームオブスローンズ並びにその原作氷と炎の歌シリーズについても触れる可能性がありますので、ゲームオブスローンズ未視聴の方によるここから先のご視聴は自己判断にお任せいたします。またこの音声はシーズン1エピソード8潮の主の深掘り考察をお送りしています。これより前にアップした解説の回よりさらに踏み込んだ内容となっております。シーズン1エピソード8より先のネタバレは含んでおりませんが、次のエピソードを視聴する前にしっかりと内容を把握しておきたい方はお楽しみいただけるかと思います。逆にご自身で考察を楽しみたいという方は一旦この音声を閉じまして、シーズン1を全て見終えた後なんかに再度戻っていただくのもありだと思います。お送りするのは私キャミーとケンです。お願いします。お願いします。はい、では早速始めたいと思います。今回の深掘り考察ではですね、解説の回で話しきれなかった、各キャラクターについての考察、そして裏側のエピソードですね、あとはドラゴンの卵についても、予想を含めたお話をちょっとシェアしたいと思います。はい、まずですね、弱ってしまった兄ヴィセーリス王の、処方されたお茶をによってですね、デイモンが首をかしげるシーンありましたよね。うん、であそこでデイモンは、あ、これは化死の汁だなというふうに言いまして、それに対してレーニラがですね、メイスタージェラーディスならもっと別の方法で、治すかもみたいなことを言っておりました。でメイスタージェラーディスっていうのはこのデイモンとレニラが信頼するドラゴンストーン城にいるメイスターのことなんですけれども、これについてどう思いましたか？今回ドラマの方では末期を迎えた王に差し出された消しの汁という処方に対してメイスタージェラーディスならもっとジェラーディスねメイスタージェラーディスならもっと別の方法で治すかもというレーニラのセリフがあったんですけど、原作ではちょっと違う場面でこのような意見が出てきます。うん、それはどこかというと、まずヴィセーリス王が鉄の玉座でスパッと手を切ってしまうんですね。はい、でグランドメイスターメロスがすぐに手当てをするんですけど、ヴィセーリスは高熱を発してかなり危ない状態になってしまいました。うん、でそれを知ったレーニラはドラゴンストーンで使えてるメイスタージェラーディスを王都に送って緊急手術としてジェラーディスはヴィセーリスの指2本を切断して命を救うことに成功します。うん、なんですけどアリセント的には指を切断したことに対して気に入ってなくて、そんなことをしなくても救えたでしょう、余計な介入なんてしてくんなよみたいな感じでレイニラとジェラーディスの行動を非難してます。じゃあ原作の方ではもっと初期の段階でこのジェラーディスは登場していて、ドラマで言うところのそのレーニラたちが少女時代の段階ですよね、指がなくなったのって。そうですね。なのであの段階で、アリセントの思うメイスターとか、あとはレーニラが信用するこのジェラーディス、どっちがいいか悪いかみたいな、そういう、小競り合いがあったっていうことですね。そうですね。グランドメイスターメロスが亡くなった後に次のグランドメイスターを誰にするか問題でレーニラとアリセントは揉めます。なので実際に原作の方でもこのメイスタージェラーディスならもっと、別の処方を試すんじゃないかっていうセリフがあって、それをドラマ版で別の場面で出したということですね。そうですね。ちなみに原作の方でヴィセーリスってああいう風に同じ亡くなり方をするんですか？同じではないですね。原作は老衰、年ですね。ただドラマと違ってあんな感じの病気、になってなくて仮眠中に亡くなってしまいます。玉座で手を切って指2本を失うぐらいまでは同じだけれども、ああいう風に背中にいっぱいね、海みたいな病気ができたりして体中を蝕んでとかそういうわけではなく、ただ単な、老衰
そうですね、うん、じゃあ今回のドラマチックのような展開はね、うん、なかったということで、うんうん、例えばそのエイゴンのことをね朦朧としながら言ってしまうとかそういうこともじゃなかった、うん、ないですね、うん、まあそのエイゴン征服王の夢とか約束された王子やらのくだりは一切ないです。へえ、うん、で私ちなみに解説会の方でですね、あの微生理士の病気を治すためには単なるそのポピーとかいうね痛み止めではなくもっと別のアプローチが必要で、まあ、一見有能に見えたあのメイスターオーワイルとかね、もしくはそのオーワイルに指示を出してるかもしれないハイタワー家が、まあ、それ相応の治療をね王に施せてなかったんじゃないかみたいな疑問を私言ったんですけど、はい、あの実際のところあのそうではあってそうではなかったのかもしれないという結論に今は、至っています、うん、というのもこのヴィセーリス王を見事あの演じ切ったパディ・コンシダインがですね、8話配信を終えた2日ほど後にですねあのインスタグラム自身のインスタグラムを更新してヴィセーリスに対する思いを、綴られておりましたのでそれをちょっとね今回紹介しようと思います。はい、温かい言葉をありがとう。すべてのコメントに返信することはできませんが、私の心にしっかりと刻まれたということをお伝えしたいです。一生ものの新たな友人ができ、素晴らしい冒険だった。ヴィセーリスを自分らしく演じさせてくれたクリエイターに感謝したい。こんなにキャラクターを愛したことはないよ。たった数日だけ一緒だったシャーン・ブルック、エイマを演じた女優さんですね。に、大きな愛と敬意を捧げたい。彼女の見事な演技と作品への取り組みによって私のキャラクターの方向性が変わった。最後の即興のセリフにまでその衝撃は私に残り続けてたんだ。彼女は私の中で欠けていたパズルのピースを埋めてくれてヴィセーリスの物語を完成させてくれた。彼女が死んだ瞬間からヴィセーリスも死んだんだ。これは愛の物語だったんだよ。それは私が、持ち続けた秘密。どんなに病気が進行しても彼は決して治療を要求しなかった。彼は苦しみを静かに受け入れて最愛の妻エイマの最後の瞬間を拷問にかけてしまった自分自身を決して許さない。ヴィセーリスは私にとっての贈り物だった。ヴィセーリスが私を見つけてくれて光栄だったよ。ありがとう。という、まあ、投稿をしておりました。で、まあ、思い起こせばですね、第1話から、まあ、背中や手の傷の治療を受けてきていたヴィセーリスだったんですけれども、まあ、そういえば、まあ、彼は、ね、一度ももっといい治療方法はないのかとかなんでこうなったんだとかそういうセリフってね一切言ってなかったんですよね。ないですね、うん、まあ、むしろこのパディさんのインスタでおっしゃっていた通りただね冷静にこの病気病を受け入れていたし、まあ、やっぱりエイマに対する贖罪のつもりで病とともに、まあ、生きていた感じがありましたよね、うん、なのでもし、まあ、ドラマの中でたとえレイニラたちがあのもっといい治療法があるよとか言って、まあ、ジェラーディスを連れてきたりしていたとしてもこの感じだったらきっとヴィセーリスはそれを受け入れなかったかもしれないですよね。そうですね、うん、私その、まあ、例えば家族とかそういう、ね、身近な人を失うというのはその体の一部をもぎ取られたのと同じような苦しみともよく言ったりするようにこのヴィセーリスにとってその指をなくしたり腕をなくすっていうのはもう当たり前のような悲しみというかもう何も感じないと思うほど あのエイマに対する拷問を罪の意識として背負っていたとも、ね、言えますよね、うんうんうん、まあきっと罰を受け入れたんでしょう、うんうん、ちょっと悲しいですけど、まあ、もうなんならヴィセーリスにとってはその罰というよりかはもうエイマから与えられたギフトぐらいで思ってたんじゃない。なるほどね、与えてくれてありがとうぐらいに、うんうんうん、確かに。まあねちょっと辛いですけどあの原作者のジョージ・アララ・マーティンが言ってましたが、はい、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンのヴィセーリスは原作で書いたヴィセーリス
要は自分で描いたビセイリスよりももっといいキャラクターだと認めてます、うん、あのブログでも言ってたんですけど、パディ・コンジスタインが演じたビセイリス王、その名の一世に賛辞を送りたい。彼がこの番組のために作り上げたキャラクターは、私が炎と血で描いたものよりずっとパワフルで悲劇的で肉付けされている。本を破って彼の知性の歴史を全て書き直したいという気持ちにさせられるほどだ、うん、パディはこのエピソードだけでエミー賞に値すると思う。もし彼が受賞できなかったら正義なんてない。一方で私はいいことを書き残せなかったアーチメイスターギルデインに平手打ちを加えてやろうかと思っている。そうね、うん、メイスター視点で書かれたビセイリスはこんなんじゃなかったじゃんって、ね、ジョージ・アル・アル・マーティンは平手打ちをしたいと、うん、まあ、あなたが書いたんですけどねっていう、そうですね、ツッコミを入れたい、まあ、面白いね、ユーモアのあるブログですね、うん、これは、はい、うん、まあ、当然ね、私は原作も全部読んでるんですけど、はい、僕もそう思います、うん、テレビドラマバージョンのビセイリスの方が全然面白かったし、いいキャラクターだったと。だからあの歴史書で描かれたビセイリス王に本当に血と肉をね、うん、通わせたというか、肉付けされて血を通わせて、うん、まあ生き生きとした、ね、最後まで命をね燃やしたキャラクターとして本当に演じきりましたよね、パディさん、うん、うん、というかね、まさかねシーズン1から泣かされるなんて思ってもなかったし、なるほど、まさかビセイリスによって泣かされるなんて微塵にも思ってなかった。思いました。うん、どうだろう、ビセイリスというキャラクターを原作で読んでないんで、うん、まあ自然な流れでしたけど、まあ、原作を読んでる方はもしかしてケンさんと同じようにね、うん、まさかビセイリスがこんなに自分を泣かせてくるなんてと思った方いらっしゃるかもしれないですね。うん、しかもさ、その亡くなり方がさ、ゲームオブスローンズの流れとちょっと違うじゃん、うん、なんか例えばネットってさ、なんか急に処刑、首落とされたりとか、うん、ね、いいキャラクターが死ぬ時ってあの、そうね、理不尽な死に方が多かったですけど、そうそうそう、うん、こうやって、まあ、年というか病気で亡くなるってかなり珍しいパターンだと思うんですけど、うん、そうね、うん、シーズン1から泣かせてくるなんて全然思ってもなかったから、うん、まあ、すごいキャラクターだなと思いました。ちなみにね、あのビセイリスとか、はい、パディ・コンシダインのことを思い出したのか分かりませんけど、キャミーさんね、皆さんからいただいた YouTube のコメント返してる時、はい、めちゃくちゃ号泣してましたいや、あの皆さんのコメントを読みながらも泣いてて、うん、皆さんのビセイリスに対する感想とかを読んでたらもうめちゃ泣けてきちゃって、それに対する返信を考えてまた泣いちゃうみたいな、うん、ずっと泣いてましたね、返信しながら。なんかね、俺もパソコンで作業しててね、チラッと横見たらねめっちゃ号泣してるからびっくりで、どうしたどうしたって言ったら、いやだからね、やっぱ皆さんもビセイリス王のこのパディ・コンシダインさんがね演じたビセイリスにはやっぱり泣かされてたみたいですね、うん、皆さんが本当にいや泣きましたというようなコメントを書いておられましたね、うん、もうエミー賞の一つや二つ送りましょう。いや絶対に、本当にジョージ・アール・アル・マーティンが言うように、うん、ここで取らなかったら正義はないよと私も思います。いやない、うんうん、でまあこのパディさんがインスタで書かれた文章にちょっと戻りたいんですけど、あのやっぱりあの最後のマイ・ラブというセリフは即興だったということがはっきりしましたよね。うん、そうですね、はい、あのインスタではないんですけど、とあるインタビューに答えたパディ・コンシュタインはマイ・ラブ、うん、我が愛しき、あれはエイマに向けた言葉とはっきり言ってました、うん、だからやっぱりそのね、自分が最後まで、拷問にかけてしまった愛する、ね、妻エイマに対する本当に贖罪の意識と、あとはまあ固い決断というか、そういう思いが玉座の間のねシーンに力強く現れていましたよね、うん、でそういう風にこのビセイリスはエイマに対する罪悪感のようなものにずっとまあ苦しめられていて、だからこそそのエイマの血を絶やさず紡いでいくことがエイマに対する贖罪の一つとして考えていたと思うんですけれども、まあ、だからこそ玉座に据えるのはどう間違ってもエイゴンではなくレイニラだったと、
ね、一度揺らいだことはありましたけど、何があってもいやレーニラだと、ね、貫きましたからね、死ぬ最後まで、はい、うん、そしてその息子ジェイスがその次の後継者にするっていうのも、まあね、そのエイマの血を紡いでいくと、エイマの死に対する食材として変えられない思いだったのかなとも思うんですよね。まあ、たとえ周りからお年子だと言われようが、うん、ね、レーニラそしてエイマの血が時代を超えて、ね、紡いでいって流れていければ問題ないんですよね、きっとヴィセイリスにとっては。うん、そうですね、うん、だからもうお年子だろうと構わない、ネッド・スタークの血が流れている限り私の王だというリアナ・モーモントの声が聞こえてきそうですけれどもあの、私このお年子だろうと構わないって言ったリアナがどういう風に言ってたっけってのを思ってシーズン6のエピソード10を見直したんですよね。はい、なんかまた別の新しい新鮮な気持ちで見ることできましたよ、なんかこの後見たら。あー、なるほどね。だし、あのやっぱ体感シーンがすごく感動的だったじゃないですか今回。うん、ヴィセイリスにあのデイモンがね王冠をかぶせるとこ、あの感動のシーンを見た後にカイバーンが三世に王冠を乗せるとこ見たら超ままごとみたいに見えちゃって、うん、なんか本物の体感シーン知らんやろって文句を言いたくなるぐらいのしょうもない体感シーンに見えちゃいましたね。でも三世はいいキャラクターですよ。まあまあそれは変わりないんですけど、うん、やっぱあのシーズン6エピソード10 の、 あのジョン・スノーが北の王ってみんなに認められるシーンとか、あとはデナーリスが船に乗ってねウェスタロスに行くシーンとか見ると、やっぱあそこもドラゴン出てくるんで、なんかより一層そのドラゴンの血が流れるジョン・スノーとかデナーリスに対する思いがまた全然違った形でね見れたんで、ちょっと皆さんにも見返してほしいなと思っています。うん、ハウス・オブ・ザ・ドラゴン見終わった後にゲーム・オブ・スローンズを最初から見たら、ね、全然違うかもしれないですよね。うん、違うと思いますね。やっぱドラゴンが生まれたらよっしゃってより一層なるんじゃないですか。うん、うん、まあそういうヴィセイリスのねこういう強い思いが、まあ、今回家族とかね周りの人々の行動を大きく変えさせたのかなと思うんですが、まあ解説の回でも言いましたが、例えばレイニス、玉座の間に入ってくるヴィセイリスを見てきっと彼女は意思を変えたと思うんですよね。病に侵されて、腕や体の一部をなくして、まあ、歩く力もほとんど残っていない、まあ、ひどく年老いたこの王はどうしてここまでねレイニラを支持するのだろうと彼女は考えたと思うんですよ。そしてもしかしてそれは妻エイマに対する贖罪の気持ちではなかろうかと、きっとこれはレイニス自身が、まあ、愛する娘と息子を同時期に亡くして、おまけに今は、まあ、夫までも失うかもしれない彼女だからこそヴィセイリスの強い意志に誰よりも早く気づけたと思うんですよ。うん、なのでそのヴィセイリスの思いに敬服して自分も、亡くなるかもしれないコアリーズの意志、そして孫同士を婚姻させるというレイニラの申し出を受け入れて、愛する娘レイナの血を絶やさず紡いで生きる道を指示したのかなと。うん、うん、やっぱりコメント欄でもあの玉座の間でヴィセイリスの姿を見てレイニスはあの思いを変えたんじゃないかと思いますっていうようなね意見もたくさんあったので、きっとそうなんでしょうね。うん、そう、うん、そうだと思います。まあただね、まあ、この状況でレイニスが水槽に着くことは考えられないので、今後ね、うんうん、レイニスがレイニラ側に着くとすれば、それはレイニラのためではなく夫やレイナ、うん、まあ、あとレイナとかその子供たちのためってことでしょうね。うん、そうでしょうね、おそらく。うん、うん、はい、ではハイタワー家の人々にもちょっと焦点を当てていきたいと思うんですけど、今回ねエイゴン君とヘレーナちゃんが、まあ、結婚していたということが分かったということで、うん、この二人まあ兄弟なんですよね。まあ近親婚ということで、まあ、これどうして実行されたんだと思いますか。いやーちょっと分かんないですね。ただあの解説会の方でも言ったんですけど、予想するに七神を重んじるアニセントの意向じゃないと思うんですよ。うん、そうですよね。うん、まあ七神はね近親婚を禁じてるので、
私レーニラとデイモンがね第4話で交わったかもしれないっていう情報を聞いた時すごく汚らわしいことしてるじゃないみたいな、うん、すごく非難をしてたので、うん、そんなアリセントが自分の息子と娘をいとも簡単に結婚させて子供を作らすようなことさせないと思うんですよね。そうですね、うん、アリセントではないでしょうね。だからターガリエンの文化を尊重しているヴィセーリスの意思なんじゃないかなと思います、うん、そうだとしたらそのエーゴン君が今回女性にね暴力を振るってしまったんですけど、うん、そのだらしのないね犯罪を犯してしまうような息子と、まあ、言い合いをした後にヘレーナにギュッとハグするアリセントの気持ちもなんとなくわかるというか、うんうん、こういう結婚をさせてしまったのにこういうことになってしまってごめんねヘレーナみたいなそういうハグだったのかもしれないですけど。そうです ね、どうなんでしょうね、うんうん、でまあ、そんな暴力を与えてしまったエーゴン君あれなんか初めてでもなさそうですよねあの感じだと、うん、でしょうね、うん、まあ、常習犯かどうか分かりませんけど、まあ、母さんまたそんなこと言ってんのかよもう大したことないって、うん、みたいな雰囲気を出してましたよね、うん、まあ、でもそんなエーゴン君もちょっと涙を流しながらね反論したりしてましたんで、うん、エーゴン君はエーゴン君なりの心の狭さとか窮屈さを、ね、感じてる感じはしましたけど、まあ、今後彼のそういう幼少期の経験とかね母親父親からどういう思いで育てられたとかそういうのがね、反映させられるんじゃないですかねドラマの中で、うん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 、で、まあ、一方のヘレーナちゃんなんですけど、まあ、今回の隠れた獣に気をつけてというセリフ、まあ、これもちょっと、まあ、わかんないんですけど私はこの獣がねもしかしてネズミとか思ったりしたんですけど、うん、実は今回も密かにネズミ出てきてたんですよね、うん、ちゃっかりねちゃっかりなかなかよく見ないとわからないんですけど、34分あたり、ヴィセーリスがメイスターに治療を受けるシーンなんですけど、まあ、そのちょっと前ですねそのシーンの冒頭にヴィセーリス の趣味のねバリリア帝国 のジオラマみたいなのが映りましてその中に1匹ネズミがコソコソコソっと映っております。うん、うん、まあ、あれはねバリリア帝国の中にネズミがいるってことなのでおそらくターガリエン家がどんどんネズミ的なやつに蝕まれてるよ、うん、という表現なのかな、はい、うん、ただね今回のヘレーナの獣がネズミとつながってるかどうかはちょっと分かんないです、うんうん、やっぱその化けの皮が剥がれるとか、うん、いずれもっと強いドラゴンを手に入れるとかそういうキャラクターの転機を表してるのか、うん、飛躍っていうか成長そう、どうなんでしょうね、うんうん、そのヘレーナちゃんなんですけど、はい、ベイモンドが首落とされる時、はい、彼女は目を覆うんではなくて耳を塞ぐ、はい、じゃないですか、うん、あれがなんかすごい気になりまして、あ確かに ね普通目をね、塞ぐ追うと思うんですけど、まあ、ドリーマーじゃないですか多分彼女は、うん、なのであの時未来からなんか変なものが聞こえちゃったのかなと。おお、なるほど。 そうでそれを聞きたくないから耳をね塞いだ。なんかそれで言うと私ヘレーナちゃんってヴィセーリス王が玉座の間にね入ってきた時一人だけすごく朗らかな笑顔でねお父さんを見つめてるんですよね。他のみんなは、うん、え、あの体で今現れんのみたいな感じで見てるのにヘレーナちゃんはあ、お父さん来たみたいなねすごくいい笑顔で見つめてたのでもしかしてヘレーナ的にはヴィセーリスがここで入場するっていうのをもともと知ってたのかなとかも思ったりもしましたね。あ、未来、うん、まあ、見ちゃってたのか。そう、まあ、わかんないですけどね、うん、はい、あとはその2人の弟 のエーモンド君なんですけど彼に関する面白いねコメントをいただきまして、そのベイモンドがデイモンによって、まあ、処刑されるシーンですよね。でエイモンドは、デイモンを憧れの眼差しで、ね、見ていたよねというふうに私たちは解説の回でお話ししたんですけどあれは憧れの眼差しで見ていたのではなく、その処刑に使われたバリリア校のダークシスターを狙っていたんではないんですかと。うーん、面白いですよねこの考察。面白い、うん、
ということなんで、まあ、すごく切れ味の良さをあそこでもねダークシスター発揮しましたし、確かにその様子を見たエイモンド君なら、ね、狙いそうな気もしますよね。うん、うん、でちなみに今回、まあ、ヴィセイリス王最後ああいう風に亡くなってしまったわけなんですけど、うん、ヴィセイリス王はその、ターガリエンが代々受け継ぐ、バリリア公のブラックファイアですね、うん、それと、まあ、あのバリリア公の探検をね所有物として持ってるわけなんですけど、今後あの日本の剣は誰かに、ね、移るということなんですけど、うんうん、どうですか、誰に移るんでしょうね現段階で。ブラックファイヤーは誰に渡るかって原作で書かれているので。あ、そうなんだ、うん、なので、まあ、ここでは言えないんですけど、うん、探検は分かりません、うん、あのそもそも探検が原作に出てこないので。あ、そっか、うん、でもあれエーゴン征服王の大事な予言が刻まれてるじゃないですか、うん、普通に考えてレイニラ、その予言を聞いてる、うん、受け継いでるレイニラが探検を受け継ぐんじゃないかなと思いますけど。そうですよね、うん、まあ、ブラックファイヤーとかは基本的には次期、ね、王位を受け継ぐ人に基本的にはね渡るんですけど、うん、まあ、そのブラックファイヤーの所有者の、ね、意見もまた分かれそうなんで、それはエピソード9で描かれるかもしれないですね。うん、ただこの予言が探検に書かれているっていうのはレイニラしか今のところ知らないの で、 そ、 うです、ね、それをどうレイニラが主張するのか、私のものって決まってるっていうものをどう周りにねアピールするのかもちょっと見どころですよね。うん、ただ彼女は一応後継者に決まってるので、はい、もらって当然といえば当然ですけど、そうレイニラの継承権を揺るがす理由って本当にないので、ないですよね、まあ今のとこ ね。だからそれをダメだよってレイニラじゃないんじゃないって言い出す理由はフラチだとか落とし子を作ったとかそういうことってまかり通らないと思うんですよね。うん、男性の王だったら絶対そんなんどうでもいいことだから、うんうん、だから彼女の継承権を揺るがそうと思う一つの理由を女性っていうねものを持ってこようとするもんならね、それはどうしても許しがたいことなんですけど、まあどうなっていくんでしょうかと、うんうん、ただアリセントが最後にね勘違いするじゃないですか。ああ、そっか、英語の名前聞いて、それがどう出てくるかっていうか必ず第9話でその話出てくると思うんで、ややこしいな、うん、かもしれないですね。ですね、うん、あとはアリセントなんですけど、まあ、4人目の子供についてどうなんだろうということを何回か私たちは述べてきまして、うんうん、数日前にですね原作者のジョージ R.R. マーティンがブログで発表しておりましたね。うん、そうですね、エピソード8が配信された後なんですけど、ジョージ R.R. マーティンはブログでこう言いました。アリセントはヴィセイリスに三男一女の4人の子供を設けた。末っ子の息子デイロンはオールドタウンにいるが、今シーズンは時間がなくて彼を登場させることができなかった。うーん、うん、でまあここでは詳しく言いませんけど、デイロンの存在は原作通りですね、彼はオートにいません。じゃあやっぱりあのオープニングのねアリセントのダイヤルから4本の血が流れているっていうのは間違いじゃなくて、本当にもうあの段階からデイロンっていう末っ子の男の子が生まれていて、うん、彼をまあオールドタウンに行かせて、まあ、里子みたいな感じでね、そうですね、うん、預けてるってことですね。アリセントの血って第6話からだったと思います。うん、6か7だよね、うん、はい、そうだからもう生まれてます、そういうことですね、うん、でまあ、我々はもし4人目の子供がクリスピンの子だったら面白いよねとか、まあ、ヒルドラ要素を述べちゃってましたけど、うん、アリセントはきっちりとその国のため、まあ、もしくは父や誰かから認めてもらうためにあの王家の子孫繁栄の務めをあの果たそうとしていた、実際果たしたということだったようですね。うん、ちょっと残念、うん、残念、いや、まあ、まあクリスピンの子ができたらめっちゃ面白いなと思ってましたけど、きちんとそのデイロンというヴィセイリス王との子供が生まれていたということですね、はい、でそんなアリセントはきちっとこの、子孫繁栄王家のために、務めを果たしていたにもかかわらず、やっぱりヴィセイリスの心の中には、まあ、ずっとエイマがね
ていたわけで、まあ、今回レーニラを独り子と言ってしまったシーンもあったので、そういう時点でやっぱりエイゴンたちに対する愛情はもしかしてそこまでなかったのかもしれないですし、やっぱりエイゴンとかヘレイナとかエイモンド君と関わるシーンってあんまり映ってこなかったですよね、これまで。まあほぼないっすよね。まあすぐタイムジャンプしちゃったのもあるかもしれないんですけど、やっぱりロバート王とあのジョフリーのああいう感じなのかなっていう感じもちょっとしたんですよね。まああれは本当の親子じゃないからね、仕方ないんですけど。私やっぱその勘のいいアリセントだったらそういう愛情のね不足さとかも気づいてたと思うんですよね。ヴィセリスはやっぱりレーニラだけを子供として扱ってたみたいな、彼女だけをひたすら甘やかしてると、そういう風に思ってたと思うんで、まあアリセントもね14歳という若さであの年の離れた王に身を捧げてきたわけで、介護もしてね体も捧げてきたわけなんで、それは本当にやるせないと思うんですよね。はい、あとそのさっきもケンさん言ったようにアリセントが本当にその最後のあの朦朧とした意識の中でヴィセーリスが言ったエイゴン征服王のことを息子のエイゴンと勘違いしたのか、それともそういうやるせなさをあの怒りをね心に秘めた鬱憤を吐き出すために都合よく自分たちの息子のエイゴンって言ってるというふうに解釈しようとしてるのか、どちらと思います、いやどうなんでしょうね。個人的にはアリセントはただ単に勘違いしてると思いたいんですけど、まあ、というのもですねレイニラとの和解を本当だと感じたので、でも勘違いにしてはアリセントにしては単純すぎるかなと思ったんで、早とちりだよねだいぶ。うん、あとコメントでこのエイゴンってのはジョン・スノーのことを夢で見たんじゃないですかっていう方もいらっしゃったんですけど、どうです？いやジョンではないんじゃない、その尻滅裂になってる感じでしたよね。まあポピー飲んでるからね。ただどうしてあそこまであのエイマに対する食材をね抱いて自分の病を冷静に受け入れていたヴィセーリスがいとも簡単にこのエイゴン征服王の夢をあんなに盲信してるのかってのもちょっと納得がいかないとこがあって、私、そのエイマをああいう風に拷問にかけたのって自分が見た夢に惑わされてるからじゃないですか。自分の夢を盲信しすぎたせい、そして王子が必要だと信じすぎたせいでああいう風に最後エイマをね拷問にかけて、それを食材と思ってあの背負って生きてる割にエイゴン征服王の夢は本当だって思っちゃうんだっていう、そこにちょっとなんか矛盾を感じるというか。なるほどね。まあまあまあ言いたいことは分かりますけど、だからヴィセーリスってやっぱエイゴン征服王にコンプレックスを抱いていたとこあるじゃないですか。僕はただのヴィセーリス王だけど、エイゴン征服王は国を征服したり戦をしたりああいう風に私は歴史に名を残す王になれなかったみたいなことを言ってるから、エイゴンの夢ならきっと本当だろうみたいなとこがあったのかな。まあまあそのエイマに対する食材の気持ち、もう罪悪感は本当じゃないですか、うん、ただそれと同時にエイゴンが見た夢は本当にね信じてるので、王としての義務、ターガリエン家から代々伝わってきたことをちゃんと貫いて、引き継ぐことはやらないといけなかったんじゃない？自分の夢は違ったけど、エイゴンの夢はこれからも継いでいかないといけない秘密だからってこと？まあそれはどうなんだろう。いい解釈すぎるかな。まあでも結局本当に冬来ますからね。あそこできちんとヴィセーリスが告げたのは。いいことなのか悪いことなのか分からないけど、少なくとも総流の舞踏のねきっかけは必ず生んだわけですから、そこのタイミングで。じゃあ悪いじゃん悪い。いやだからその解説でも言ったけど、そのエイゴンがこういう風にあの皆をまとめようっていうその団結力のための予言が余計にバラバラにさせてしまってるってのが何とも言えない皮肉というかね。そうですね。なんならもうこの予言って僧侶の舞踏で途切れちゃうんじゃないか説ありません？大いにありますよね。
というか次にどうやって引き継ぐんだろうと思うし今後誰にかねレニラが玉座につけるかも分かんないしその後誰がつくのかも分かんないんですけど、うんうん、今のところちょっと危ういですよねこの夢の継承ってのがそうですね、うんそして次、ミサリアさんについてお話ししたいんですけど彼女首をどうしたのと議題に挙げさせていただきたいですはいあのコメントくださってた方もいらっしゃったんですけどあのミサリアさんは今回久々登場しましてあの次女のねターリャとのつながりで視聴者をね驚かせてくれたわけなんですけど彼女よく見ると首元にねなんか傷らしきものがあるんですよね、うんうん、気づかれた方いらっしゃったでしょうかあのこれまでミサリアって登場した時に、まあ、暗くてよく見えない場合とかあとは首元を隠すような衣装を常に身につけておりまして今回彼女の首がああいう風にはっきりと映ったのは初めてになりますでそれが最近作られた傷なのかそれとも彼女過去ね、エッソスにいて奴隷でしたよね、うん、なのでその時にできたその、まあ、例えば奴隷の鎖の時の傷なのかとか首かせのね傷なのかとかどうなんでしょうねまさかその私服で園谷水野さんがチョーカーつけててその跡が残ってたとかそういうんじゃないでしょういやそれはないんじゃないあそうだったとしたら消しますよね絶対うんそうそうですよね、うん、だミサリアはもともと踊り子兼娼婦で、うんまあ、何度も売られた身なんですよ、うん、だからその時できた傷だとは予想するんですけど、うん、もしかしたら彼女が今まで傷を隠してたのは弱さを見せないため、はあ、だけど今はパワーを得てる状態じゃないですか、うん、なのでもう過去の傷は隠す必要がなくなったみたいな表現なのかなと思ったんですけどなんかあれはちょっと鎖っぽい傷にも見えたんですよねそうですねちょっと太めの傷でしたよねあの跡が残ってるのか塗った跡が残ってるのかちょっと分かりづらかったんですけどでも絶対意図されてますよねそう、うん、知ってる園谷水野さんの傷じゃないでしょミサリアの傷ですよねいや念のため園谷水野さんのいろんな写真見たんですけど、うん、首に傷はないですねだからわざわざつけてるってことでしょなるほどあとその今回ミサリアの衣装があのそれこそ鎖をねの輪っかを連ねてるようなデザインだったから一瞬その夫ハイタワーがよくつけてるね鎖とかあとはエイゴン君がつけてる鎖のネックレス、うん、あれをちょっと連想したりしてやっぱり夫とつながってるって示唆したいのとか思ったりしたんですけどまあ関係あるかどうかはね何とも言えないんですがどう思います？まあ第9話でなんかわかると思いますよそうなの？うんまあ僕はちょっとスチール写真も見ちゃったんですけどあそうなんだはいミサリア9話にも出てくるんで夫のあの鎖とかエーゴンの鎖のネックレス、はい、あれをなんかメイスターのあの輪っかと連想させて考察されてる方とかもいらっしゃるんですよねあまあ似てますよねうーんだからどうなんでしょうねミサリアうんシーズン1のうちでは彼女の本当のね主人が誰なのかってのは明かされないかもしれないんですけどまだまだ活躍の余地は考えられるのでうんまあ本領発揮はまだですよねきっと、うん、シーズン2以降だと思いますけど、うんまあ、楽しみですねはい、はいそして次はですねデイモンが見つけたドラゴンの卵について、少しお話ししたいと思います。で解説会のコメントにもですね、デイモンが見つけたドラゴンの卵がやっぱり気になりますという意見をいくつかいただきましてその中でも皆さんやっぱり、これは後にゲームオブスローンズに出てくるデナーリスの卵になるんじゃないかと期待を膨らませていらっしゃるようなんですけどどうですかね。はい多分違います。違う、うん、残念ながら、うん、そのデーモンが見つけたシアラックスの3つのドラゴンエッグは、うん、デナーレスに渡るものではないはずです。はずね、うん、というのもですねデナーレスの3つの卵はシアラックスではなく別のドラゴンから来ているんじゃないかっていう話があるんですよ、うん、まあこれはあくまでもファンセオリーなんですけど、簡単にちょっと紹介します。ハウス・オブ・ザ・ドラゴンより前の時代ジェハリーズ王時代だから、
ゲームオブスローンズでいうところの約250年前ぐらいに、うん、エリッサ・ファーマンという女性の海洋探検家がいたんですけど、うん、その人がドリームファイヤーというドラゴンから生まれた3つの卵を盗みます。ほう。そしてエリッサはエッソスへと逃げてブレイボスのシーロードにその3つの卵を売るんですけど、うん、それが巡りに巡って最終的にはゲームオブスローンズに登場したイリリオン・モパティスが買い上げて、うん、でイリリオはデナーレスにプレゼントしたと言われてます。確かデナーレスのもらった卵って化石化してるとか言われてましたよね、うんうん、なのでそれはゲームオブスローンズの時代から250年前ぐらいにドリームファイヤーというドラゴンから生まれた卵で、それが盗まれてエッソスに渡ってそのまま、まあお金持ちの間を行ったり来たりして、まあ、化石化になったみたいな可能性があるってことですか？うん、そうですそうです。確か第2話でデイモンが盗んだ卵もドリームファイヤーの卵でしたよね。あのベイロンにあげる予定だった。そうですね、うん、うん、でコメントでもしシアラックスの卵が孵化したらシアラックス級の大きさのドラゴンが生まれるってことでしょうかというような質問もいただいたんですよね、うん、で、まあ、大きさに関しては生育環境によるものが多いと思うので一概には言えないんですけど、まあ、姿とか形とか特徴に関して言えばシアラックスによく似たドラゴンが生まれるという可能性も大いに考えられると思うんですよね。うん、そうであってほしいな、うん、なので今後もし今回デーモンが見つけた3つのドラゴンの卵が孵化するとするならばそれから生まれたドラゴンたちがシアラックスに似てくるのかってのもまあ見どころの一つと思うんですよね。はい。なので逆に言うと今後きっと出てくるであろうドリームファイヤーというドラゴンがゲームオブスローンズに出てきたドラゴンレイガル・ヴィセーリオンに姿形特徴が似ていたとするならばさっきケンさんが言ったファンセオリーが真実味を増してくる気もしますよね。うん、そうですね、うん、それこそドラゴンレイガル・ヴィセーリオンってあのレイガル・ヴィセリオンは一時期ね地下に閉じ込められていたせいか、まあ、ドラゴンよりは少し小ぶりだったじゃないですか。そうです、うん、でカラーリングだけが違うだけで形はもう三つ子みたいなドラゴンだったから、まあ、同じドラゴンから生まれた卵とは思うんですけど同じドラゴンから3色のドラゴンが生まれるっていうのも面白い話ですよね。うん、確かにね、うん、ドラゴンエッグも全部色違ったから。そうですよね、うん、ただそのデーモンが第2話で盗んだ卵って結構大きかったじゃないですか。うんうんうん。でもしデナーレスに与えられたあの3つの卵が同じそのドリームファイヤーの卵だとしたらかなりちっちゃかったんでやっぱあれは化石化によるものなのかそれとも3つ子だったからちっちゃかったのかね、謎もありますよねそこ。うん、確かにデナーレスのドラゴンエッグすごいちっちゃかったよね。うん、デーモンが持ってたあの2分の1ぐらいしかなかったんじゃない。そうですよね、うん、まあ、でもこのドリームファイヤーの卵かもしれないってねそのデナーレスの3つの卵が、うん、そういうのはまあ少なくともファンセオリーってことで、うん、シアラックスの卵かもしれない可能性はゼロではないんですか。いやゼロではないと思いますけど、うん、ただシアラックスの3つの卵はあのハウス・オブ・ザ・ドラゴンに出てくるキャラクターに渡ると思うんで。ああ、あの流れだとでも確かにエイゴンちゃんとヴィセリスちゃんと、ね、うん、今お腹にいる子供とかに行く可能性の方が大きそうですよね。うんうん、あとレイナちゃんもまだドラゴンがいないのかな、まあ、ちょっとタイムジャンプしたからどうなったか分かんないんですけど。だからそのレイナちゃんってずっと卵が生まれなかったじゃないですか。うん、第6話の時点で生まれてないって言ってました。生まれてなかったし、で今回もそのシアラックスが産んだと思われる卵があの火山、火山ですよね、うん、あれ、うん、ドラゴンストーンは火山です、ね、火山の奥深くにあってああいう産み方するんやっていうねドラゴン卵、うん、だから無精卵とか有精卵とかそういうのも、ね、ありそうな気がしますよね。なるほどね。だから第6話で母のレイナが娘のレイナに卵の半分は帰らないっていう風に言ってたんですけどあれはただ単に無精卵っていう可能性があるってこともありますよね。どうなんですか、鳥と一緒なんかな。やっぱ無精卵無精卵って超謎ですよね。超謎。
なんで無精卵ってあんの？いやまあでも人間と一緒じゃないですか、毎月1個卵を出すみたいな。それこそもうドラゴン産みっぱなしスタイルなんやってのもびっくりですし。そうだからあれだよね、卵を取られたことに気づいてないのか怒ってないのか分かんないですけど、だから自分の身で温めないってことでしょ。だよね。だからあの変なネチョネチョみたいな中に入ってたじゃないですか、うん、あのネチョネチョが保温器みたいになってて、決してあれで変える感じでもなさそうだったし。そうね、これで変えんのかな。いやー分からんけど、でも人間があれ卵を盗んでも文句言わない。言わなそうですよね、うん、実はめっちゃ怒ってるのかもしれないけど、あの周りにだってシアラックスいない時点で絶対無防備でしょ。ああまあそうね、産んだら産みっぱなしというか。だからドラゴンってその繁殖に適した生き物という感じがしないっていうかね、その人間の手が加わらなければ自滅していってしまうように、なんか神様がお作りになった生き物なのかしらっていう感じもしません？確かにね、カイコみたいな。人間がちゃんと世話しないと卵もかえらないし、うんうんうん、どうなんでしょうね。あのままいけばだって卵かえらなかったら増えないでしょ。うん、そのバリリア帝国が盛んな時はすっごいいっぱいいたけど、それはそれだけドラゴンライダーの数も多くて、ドラゴンを手にかける人が多かったからああいう風に繁殖してったけど、今はその土地も変わりましたしね、うん、適した土地じゃなくなったでしょ。うーんまあそうかな、うん、でしょう。一番合ってるのはやっぱ火山のドラゴンストーンじゃないの。確かに、うん、バリリア帝国、まあバリリアも火山だったんで、はいはい、そういう意味で言うとドラゴンストーンは似てるかもしれないですけど。そうですね、うん、まあこのシアラックスの3つの卵は今後ね、もし孵化したらあシアラックスの子供やって分かる見た目だったらいいですね。うん、うん、あとこのドリームファイヤーが出てきたら、あやっぱドラゴンたちに似てるってなればかなりロマンを感じる展開かなとは思います。うん、あのねドリームファイヤーね、もう出てきてる説もあるんですけど、うん、まあ、あのちゃんと紹介されてないので、はい、もし大きくまたね登場したら、あの改めて解説会の方で取り上げたいと思います、うん、はい。あと最後にですね、さっきあのジョージ・アール・アル・マーティンの会話が出ましたので、一応他にその彼のブログとかで、出た情報を共有しようと思います。ジョージ・アール・アル・マーティンはこのハウス・オブ・ザ・ドラゴンを完結させるにあたって各10話、4シーズンが必要というふうに語っていたんですかね。はい、うん、原作を読んでる研さん的には、今そのレーニラとアリセントたち の, そのいわゆる双竜の舞踏と言われる物語は何号目ぐらいまで来てるんですか。まだ麓山の、うん、まあそのいわゆるダンスオブザドラゴンズ、うん、双竜の舞踏はヴィセーリスが亡くなってから始まるので、おハウスオブザドラゴンでいうところのエピソード9ぐらいからようやく始まるみたいな感じなんで、うん、まだ1号目とか2号目じゃないですか。へー、うん、だあの前のねエピソード6の深掘り会でも言ったんですけど、もともとね HBO は総理の舞踏のバトルから始めるつもりだったんですよね、うん、なので本当のスタートはここからだったかもしれないです、うん、まあ、でもねシーズン4まで行ったらバンバンじゃいじゃないですか。なんかもうそのスピンオフなのに4シーズン分も作ってくれるんだと思っちゃいますけどね。そのためにはやっぱ順調にね、シーズン2-3もこれぐらいのボリュームというか、うん、さらにもっとねバトルも増えるし、うん、まあ、このままずっと駆け抜けてねシーズン4のエピソード10まで、ね、楽しませてほしいですね、うん、ただあのシーズン2からドラゴンがめちゃくちゃ出てくるはずなんで、うん、それは期待していいと思います。だって当初17頭、うん、あれどうなったんですか。全シーズンで17頭ってことなんかな。うん、なんか僕がそれ最初に聞いた時はシーズン1で17頭出るっていう情報が出てたので、うん、それを信じてたんですけど、シーズン1の配信直前になったら確かねミゲル・サポチニックかな、うん、がエンパイアっていうイギリスの雑誌で、はい、17頭じゃなくてシーズン1は9頭しか出ないみたいな。え、もうじゃあ全部出た？出てないか。出てないね。出てないかな、分かんない。でもあと数頭か。うん。あと急にあと9頭とか来てもびっくりしますもんね。
そうですね間に合わせの9頭みたいな。そうだからシーズン1は9頭だけで、ハウス・オブ・ザ・ドラゴントータルで17頭かな。ミゲル・サポチニクが一番好きなドラゴンはシーズン2で出るよなんて発言もしてましたしね、あのシーズン2からノラドラゴン、ノラ猫ならぬノラドラが出ると思うんで、やっぱ顔つきもノラチックなんかな。なんかね期待しちゃうっていうかね想像どうなんでしょう。ノラ猫もノラ犬もめっちゃ怖い顔してるじゃないですか。怖いね、生き抜く術を知ってるギラつきドラゴンなのかな。顔周りが毛深い毛ドラゴンを期待してるんですけど。ああ、なるほどね、なんかそうそうそう、なんかちょっと見た目からして全然違うのが欲しいな。欲しいですね、野良ってわかる感じが確かに、ということで、まあ深掘り考察こんな感じになるんですけど今回は、まあエピソード8はね、ヴィセイリスとデーモンに一番泣かされたかなという、もうそれ以外言うことないかなという感じもするんですけど。ああそうですね、ただちょっと最後に言っていいですか、はい、あのね、玉座の間の弔問のシーンあるじゃないですか、はい、そこであの T.I. さんからコメントいただいたんですけど、このデーモンがヴィセイリスを寄り添うシーン、あそこでデーモンのセリフ Go on は、字幕の行こうよりも吹き替えの歩けの方が泣けます。そういうような言葉遣いの裏に長年の兄弟愛を感じました。これを聞いてね、おなるほどなと思ったんですけど、その行こうも歩けも両方いいんですけど、ヴィセイリスに向かって歩けというちょっと荒い口調で言えるのって多分七王国でデーモンだけじゃないですか。そうだからきっとアリセント、まあ、妻のアリセントとか娘のレイニラも歩けって言えないから、デーモンならではのセリフでいいなと思いました。そうですね、やっぱ今回吹き替えの声優さんがすごくね豪華で話題にもなりましたし、まあ、もちろん私も両方で見てるんですけど、やっぱ吹き替えならではの良さって今回は特に感じますよね。そうね、私はもうレイニスの田中敦子さんが、はい、もう脳内再生されるんですよね。あの英語で聞いててもぴったりの感じで言ってくれるから、それを聞くのが本当に楽しみです。草薙元子ねねえ、あのコアリーズとセットですごいね広角見てる気分になるんですけど。ああなるほどね、はい、ということで、エピソード8いかがでしたでしょうか。このチャンネルではコメント欄にてドラマの内容に関する質問やリクエストを大募集しております。お伝えした解説の中で分かりにくかったところや解説しきれなかった箇所について、また基本的な質問から凝った質問など何でも構いません。一つ注意事項として、今回お伝えしたシーズン1エピソード8より先のネタバレは含まないようご注意をお願いいたします。すべてではないんですけれども、今回受け取った質問を、我々がお答えできる限り次回以降の音声でお返しできるよう考えておりますので、皆さんお気軽にコメントをお願いいたします。ツイッターやインスタのリプ、DM に送っていただいても構いません。それぞれ心はウェスタロスで検索すると我々のアカウントが見つかるかと思います。お疲れ様でした。ということで、まあ、あのシアルックスの卵はちょっと肩透かしのようなあの回答になってしまったかもしれないんですけど、まあ、その分ね楽しみが増えたと思っていただければいいと思いますし、まあ、ドリームファイア楽しみですね、出てくるのが。間違いなく出てくるんで、あとね出てきてないと思われるドラゴンライダーたちのドラゴン3頭4頭ぐらいいますんで、そうですね、あの、ルークとか、そうね、ベイラちゃんとか、そうね、ヘレーナとかもそうですし、うん、まあ今後子供たちが成長したらまた生まれるでしょうしね、他のドラゴンが、まあドラゴンに関してはシーズン2以降が山場かなと思われますので、それを楽しみにね、あの待っていただければいいかなと思います。はい、それではまた次回。バラモニクリス。